2020年1月1日水曜日より放送開始のリ・ゼロから始める異世界生活新編集版から第1話のあらすじとキャラクター PV が公開された。リ・ゼロから始める異世界生活は長月達平さんによるライトノベルを原作としたアニメ作品。コンビニからの帰り道に異世界へ迷い込んでしまった普通の高校生が異世界で彼を救ってくれた少女へのお礼として少女の探し物を手伝うことにヘリップといったところから始まる異世界ファンタジーとなっている。監督は渡辺誠二さん、シリーズ構成は横谷正弘さん、キャラクターデザイン創作画監督は酒井久太さん、アニメーション制作はホワイト FOX。 新規カットを追加し1時間番組として再編集を行った新編集版となるリ・ゼロから始める異世界生活が2020年1月1日水曜日より @X 東京 MX BS11 他にて放送スタートする。RR リ・ゼロから始める異世界生活新編集版放送決定第2期2020年4月より放送決定。氷結の絆第6週入場者プレゼント公開。今回2020年1月1日水曜日より @X 東京 MX BS11 他にて放送スタートする。リ・ゼロから始める異世界生活新編集版から第1話のあらすじとキャラクター PV が公開された。2020年1月1日水曜日からの新編集版の放送を記念して作成されたキャラクター PV はスバル、エミリア、パック、レム、ラムのシーンを集めた PV となっているのでぜひご視聴いただきたい。キャラクター PV あらすじ先行カット新編集版1話、始まりの終わりと終わりの始まり。2020年1月1日オン AIR スタッフ脚本横谷正弘、絵コンテ演出渡辺誠二、作画監督酒井久太、小柳達也。あらすじ、コンビニからの帰り道、突如として異世界へと召喚されてしまった少年夏木スバル。目の前に広がるファンタジーな異世界に目を輝かせるスバルだったが、自分を召喚したであろう異少女の姿はどこにも見当たらない。やがて右も左もわからない状況にスバルは頭を抱えてしまう。さらに強制イベントと言わんばかりにチンピラに絡まれ、異世界に招かれた人間が超常の力を発揮するといったお約束の展開もなく、容赦なく叩きのめされるスバル。無力な少年が手にしたのは、死して時間を巻き戻す死に戻りの力。コンビニからの帰り道、突如として異世界へと召喚されてしまった少年夏木スバル。頼れるものなど何一つないこと世界で、無力な少年が手にした唯一の力ヘリップ。ヘリップ、それは死して時間を巻き戻す死に戻りの力だった。大切な人たちを守るため、そして確かにあったかけがえのない時間を取り戻すため、少年は絶望に抗い、過酷な運命に立ち向かっていく。ストーリー、コンビニからの帰り道、突如として異世界へと召喚されてしまった少年夏木スバル。目の前に広がるファンタジーな異世界に目を輝かせるスバルだったが、自分を召喚したであろう異少女の姿はどこにも見当たらない。大切な人たちを守るため、そして確かにあったかけがえのない時間を取り戻すため、少年は絶望に抗い、過酷な運命に立ち向かっていく。
やがて右も左もわからない状況にスバルは頭を抱えてしまう。さらに強制イベントと言わんばかりにチンピラに絡まれ、異世界に招かれた人間が超常の力を発揮するといったお約束の展開もなく、容赦なく叩きのめされるスバル。そんなスバルの前に一人の少女が現れ、ヘリップ、ヘリップ。スタッフ、原作、超月達平、ミッドフィールダー、海倉勢、リ、ゼロから始める異世界生活角川勘キャラクター原案、大塚慎一郎監督、渡辺誠二シリーズ構成、横谷正宏キャラクターデザイン創作画監督、坂井久太プロップデザイン、鈴木憲孝、岩畑剛一美術設定、金城沙耶、美穂美術監督、高峰義人、美穂色彩設計、坂本泉撮影監督、峯岸健太郎 T2S。コンビニからの帰り道に異世界へ迷い込んでしまった普通の高校生が、異世界で彼を救ってくれた少女へのお礼として少女の探し物を手伝うことに、ヘリップといったところから始まる異世界ファンタジーとなっている。監督は渡辺誠二さん、シリーズ構成は横谷正宏さん、キャラクターデザイン創作画監督は坂井久太さん、アニメーション制作はホワイト FOX。 新規カットを追加し、1時間番組として再編集を行った新編集版となるリ・ゼロから始める異世界生活が2020年1月1日水曜日よりアット X、東京 MX、BS11 他にて放送スタートする。RR、リ、ゼロから始める異世界生活新編集版放送決定第2期2020年4月より放送決定。氷結の絆第6週入場者プレゼント公開。今回、2020年1月1日。水曜日よりアット X、東京 MX、BS11 他にて放送スタートする。リ、ゼロから始める異世界生活新編集版から、第1話のあらすじと、キャラクター PV が公開された。2020年1月1日、水曜日からの新編集版の放送を記念して作成されたキャラクター PV は、スバル、エミリア、パック、レム、ラムのシーンを集めた PV となっているので、ぜひご視聴いただきたい。キャラクター PV、あらすじ先行カット、新編集版。1話、始まりの終わりと終わりの始まり、2020年1月1日。オン AIR、スタッフ、脚本、横谷正宏絵コンテ演出、渡辺誠二作画監督、坂井久太、小柳達也。あらすじ、コンビニからの帰り道、突如として異世界へと召喚されてしまった少年、夏木スバル。目の前に広がるファンタジーな異世界に目を輝かせるスバルだったが、自分を召喚したであろう異少女の姿はどこにも見当たらない。やがて右も左もわからない状況にスバルは頭を抱えてしまう。さらに強制イベントと言わんばかりにチンピラに絡まれ、異世界に招かれた人間が超常の力を発揮するといったお約束の展開もなく、容赦なく叩きのめされるスバル。そんなスバルの前に一人の少女が現れ、ヘリップ、ヘリップ。作品情報、リ、ゼロから始める異世界生活第1期新編集版。リ、ゼロから始める異世界生活第1期新編集版。放送情報。アット X 2020年1月1日から、毎週水曜、22時30分から23時30分リピート放送、毎週金曜、14時30分毎週日曜、21時毎週火曜、6時30分、東京 MX 2020年1月1日から、毎週、無力な少年が手にしたのは、死して時間を巻き戻す死に戻りの力。
コンビニからの帰り道、突如として異世界へと召喚されてしまった少年夏木スバル。頼れるものなど何一つないこの世界で、無力な少年が手にした唯一の力ヘリップ。ヘリップ、それは死して時間を巻き戻す死に戻りの力だった。やがて右も左もわからない状況にスバルは頭を抱えてしまう。さらに強制イベントと言わんばかりにチンピラに絡まれ、異世界に招かれた人間が超常の力を発揮するといったお約束の展開もなく、容赦なく叩きのめされるスバル。そんなスバルの前に一人の少女が現れ、ヘリップ、ヘリップ。スタッフ、原作、超月達平、ミッドフィールダー、海倉ジェリ、ゼロから始める異世界生活角川、関キャラクター原案、大塚慎一郎監督、渡辺誠二シリーズ構成、横谷正宏キャラクターデザイン創作画監督、酒井久太プロップデザイン、鈴木のりたか、岩畑剛一美術設定、金城沙耶、美穂美術監督、高峰義人、美穂主演設定、坂本泉撮影監督、峯岸健太郎 T2。